IR フィルター、赤外線フィルターですね、に、某、ズミクロン M28 ミリに取り付けました。これでモノクロ写真を撮ると、ちょっとその変わった写真が撮れるので、面白い絵が撮れると思います。あと、ライカ SL2 に装着したのは、ピントの山をつかみやすいようにですね、ファインダーでちょっと確認しづらいんですけど、それでも拡大して見ることによって、なんとかピントの山がつかめるっていう感じですね。試し撮りしたんですけど、やっぱりちょっとなんか距離計とちょっとずれる感じがしたので、やっぱりそれで目視、ファインダーで目視でちゃんと確認して撮りたいと思います。